と、マサダイです。今日はですね、試しに最近のプレミアムパックを買ってきました。プレミアムパック18。というわけでね、この間秋葉原行ってきたんですけど、あの遊戯を見ててね、特にストラクチャーデッキとかね、買おうと思ってたんですけど、なかったんですよ、欲しかったやつが。なんで、まあ適当でいいやと思ってね、このプレミアムパック18っていうのを買ってみました。種類の方はね、全部で20種類だそうです。裏にね、まあいろいろ書いてあるんですが、私はね、しばらく本当に時間を置いてた身なので、最近のカードは全く分かりません。なのでね、後ろに書いてあるカードが何がいいのか全然分かりません。まあとりあえず開けます。それでは早速1パック目開けたいと思います。こうやって開けるのあれか、1ヶ月ぶりだな。それでは最初の1パック目オープン。チェスト、なんだこいつ。あ、プレミアムパックっていう割にはもうノーマルとかいるんだね。へえ。お、え、4枚しか入ってないよ。へえ、嘘でしょ。5枚じゃない、4枚。最近のプレミアムパックは怖いね。とりあえず黒いカードが出てきました。1つ目にこれが入ってました。果たしていいやつなんだろうか、わからない。黒いカード初めてだね。このエクシーズっていうの、ジャンプかなんかでついてきたのは持ってるんだけど、こうやってゲットするのは初めてです。そして俺は2つ目のパックを開けるぜ。それではプレミアムパックオープン。4枚ってちょっと少なくね。はい。お、白いのが出てきた。でもなんか最後のカードキラなのかな。2つ目こんな感じです。懐かしいですね、シンクロモンスター出てきましたよ。というわけで2パック買って、一番いいキラっていうのかな、この2枚でした。私初めてね、おまけ以外のエクシーズカードをゲットしました。なんか嬉しいです。まあ 5Dsのカードと、その後のカードが出たということでね、白黒、お後がよろしいようで。まだ僕みたいにプレミアムパック18買ったことないぞという方ね、ぜひ買ってみてください。時期が経つとこういうのなくなるんですよ。それじゃあまた会いましょう。バイバイ。